自主制作映画の作り方、その3ですね。現場準備編。これは前編ということになります。なぜ前編かというと、それだけやはり、現場に入る前の準備が一番、大切だからですね。仕事などで、撮影をする場合と違って、自主制作というものはほとんどプロがいません。プロの現場であれば、そのプロの人たち、ああしたいこうしたいっていうとプロの方々は準備してきてくれるんですが、自主制作の場合そうもいかないことが多いです。プロでもない人が現場に行って、プロと同じようなことをしなければいけない。準備をしてさらにし尽くして抜けがないか何回も何回も確認して、ようやく現場がスムーズに流れるぐらい準備というものは大切ですね。なので第3回準備編は前編と後編に分かれます。まず現場に入る際に必要なものというものはですね、脚本、ロケ場所。ロケ場所が決まったらロケマップというものを作ります。誰が何を着るか、衣装。で、衣装表というものを作ります。で、衣装と脚本ができていたら衣装合わせや本読み。これをやっていきます。まあ細かいことは後ほど説明します。そして交番作り。交番ってスケジュールですね。スケジュール、全体のスケジュールとその日のスケジュールというのを作っていきます。小道具。これは探すなり作るなりする小道具。必要機材を揃える。最後に大切なのは各所に連絡をする。そうやって現場に入っていきます。まずはですね、脚本作りですね。脚本を作ってですね、自分だけで完結したなと思ったら、人にまず見せるというのが割と大事なことで、人に見せるともちろんボロボロに言われます。ここがわからないとか、なんでこうなのとか、意味わからないとか、話が面白くないとか、監督の頭の中で浮かんでいることが本にできてないだけで、作品にした時、あ、そういうことだったのか、この監督すごいなーっていう場合もありますし、あ、言った通りやっぱこうじゃないか、もっとこうした方がよかったよっていう風になるか、まあそれはわからないですね。いや、みんな伝わってないけどこれは傑作になるんだって思ったら、ボロボロに言われても、変える必要はないと思いますし、真摯にこう受け止めて、変えていってもいいと思います。それが面白くなるのかつまらなくなるのか、それはちょっとですね、作品にもよるので、それもまあ監督の色なのかななんて思います。人の想像を超える作品になるのか、それが単純に穴だったのか、人に見せてみてフィードバックもらってバージョンアップさせていくという作業は、大事かなと思っています。で、それが終わりましたら次は製本する必要があれば製本する。その製本すると何がいいかっていうと、まあやってる感が出るとかぽさが出るっていうのはあるんですけども、現場に行くとチェックしたりなんだかんだって読み返したり、台本がすごいボロボロになるんですね。なので製本してあるとボロボロになってもある程度耐えられるっていうのと、散らばらない、ホチキスがと外れちゃったり、あとちぎれちゃったり、そんなことが起こるんですが、製本しているとその心配がないので最後まで耐え切ることができる。過酷な現場であったり、その長編であればあるほど製本はした方がいいんじゃないかなと思います。で、製本しましたらそれを関係者に配ります。これは、本読みの時なんかに配ることが多いですが、本読みの後に直すんであれば本番ギリギリになっちゃうのかな。製本したものはギリギリでも構いませんから全員に配るということですね。で、製本してみんなに配ったら終わりではなくてですね、全員に配ったら監督としてはもう一つやらなきゃいけないのはカット割りを決めなければならないということです。でですね、このカット割りというのは非常に大事でして、これをやっていかないと現場の、時間がものすごく伸びます。現場に入ると時間に余裕がないことが大半なので、現場でいちいち、次はどうしようかなって考えている時間がほとんどありません。どうしてもね、カットが変わっちゃったりとか、動きが想定と違ったら考え直さなきゃいけないので、そういう時はもちろん考え直す時間必要なんですけれども、全てのカットでそれをやってられないので、基本的な流れを考えていきます。よくね、初めて撮る方は引きとより、さらに欲しい絵、これを全部シーン通してやるやってもらうっていう方もいるんですけども、これはすごい時間がかかります。もしくはカメラが3台なきゃいけない。3台やっても、引きと寄りと欲しい絵っていうのを同時に撮れるとは限らない。どうしてもカメラが、その位置に入ると1カメと2カメが、見えてしまう。撮れないことが多いので、結局3回やってもらわなきゃいけなくなったりして、撮影時間も3倍、それを通してやるなってことになったら、ワンシーンだけでも大変なことになってしまうので、そういうのを避けるためもありますし、作品のですね、流れを一度整理するという意味にもなるんですね、カット割りは。このカットで何を見せたいのか、このカットは何が大事なのかっていうのを監督が再確認する。そういう意味でも、カット割りをすることが大事ですね。それを決めているとですね、ここが大切なカットなんだから、もっとここのためにこうしてほしい。前の流れをもうちょい緩くして、ここで爆発させてほしいとか、そういうものが明確に分かってくるので、監督も現場で演出だったり指示をしやすい。そういう意味でもカット割りをしていきます。でですね、台本割りというのはですね、こう台本に沿って、このカットはロングだ、アップだ、パンだっていうことが書いてあることが大半なんですけれども、これは台本割りという感じですね。これ初めてやるとどうやって割ったらいいのかわからないと思うんですよ。なんとなくの感覚でこれはこうしたいっていうのはあると思うんですが、それが編集した時につながるかどうかがわからない。こういうのは不安だと思うので、そういう場合はですね、自分が一番好きな映画だったり、こういう作品撮りたいなと思った映画をですね、のカットをそのまま、メモしてみてください。書き起こすってことですね。その作品として完成したもののお手本があるので、それを真似るという意味ではなくて、勉強のためですね、カット割りを起こしてみると非常に勉強になるかと思います。時にはですね、カット割りしないで、現場に行ってみようっていうテスト的にやったこともあります。なので慣れてきたら、いろいろチャレンジしてみてもいいと思うんですが、もう一つ、絵コンテを描いていくということもあります。台本をさらに絵にしていく。こうですね。これはですね、最新作で分別特区という時に初めて、絵コンテを割って9割ぐらい割ってったのかな、絵コンテ書いていきました。そうすると、台本割りの時よりもさらに頭の中で、イメージしたものが絵になっているので、現場では撮りやすく、だいぶ時間短縮にはなったと思います。なので役者さんの動きも想定はできていましたし、絵コンテを割って書いた時点でもちろんですね、役者さんの気持ち的にこう動きにくいとかがあれば、それは変えなきゃいけないので、全てが絵コンテを書いたから絵コンテの通りにやらなければいけないとかいうこともなくてですね、あとカメラはこんな画角入れないよとか、こんな広い絵撮れないよとか、そういうことがあると思うので、その時は変えていかなければならないですね。できるできないの判断というのを撮影現場に入る前につけることができます。絵コンテを書いていって、もう一つ良かったのは、これがですね、編集の時にとてもスムーズに、編集できました。実際編集をしてみて、編集が終わった後、カット割りや画面などの画角とか、そのつながりとか、非常に見やすかったとか、自分が思った通りの狙いの感想を聞くことができたので、カット割りをさらに絵コンテにしていくのは、とても良かったなと僕は思っています。なので、次回作もし撮ることがあるならば、絵コンテを書いていって、そこからどう膨らましていこうかなというのは、思うぐらい絵コンテは、大事だったなと思います。しかし絵コンテを書いていってしまうと想定の範囲内のことが多くなってしまうので、面白みに欠けてしまうということもあるというのがちょっとマイナス点なのかな。全てがやっぱ思った通りのものになってしまうので、所詮は監督の頭の中の世界が忠実に再現されることになってしまうので、監督の頭を超えた作品っていうのはちょっとできにくくなっちゃうのかななんて思います。それがマイナス点ですね。